じゃ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 ーん、あやかです。久しぶり。久しぶり。いつぶり？何年ぶりやろ。何年ぶり？そんなに、なんか連絡取ってるからあんま久しぶりな感じしないんやけど。ほんまに。あやかにはちょこちょこチアゴチャンネルにも出てもらってですね、はい、チェコからあやかも無事に帰ってきました。でですね、藤井さん。で、私たちあまりレッスンは夏休みに入ってからしておりません。じゃあ、あまりじゃなくて、一回もしてない。帰ってくる前に、休んでたから、もう1ヶ月ぐらいバレやってた。そうなんか。で、こんなコンディションが整っていない私たちですが、今日は、プッチ対決をしたいと思います。イエーイ。この、あやかなんですけど、ぐる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 回るんですよ。無理やと思う、今は。はい、自爆するかもしれないですが、頑張りたいと思います。今日は、ペッテプラス Vlog 的な感じになっていくと思いますので、一緒に見ていただけたらいいなと思います。はい、じゃあちょっと、スタジオまで歩いていきますので、今日も頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、それでは、あやかとペッテ対決&Vlog、いってみよう。今日の格好あれやな、双子みたい。ほんまに一緒。レクオーマンも赤い、赤やし、チャリティシャツ、アプローチも一緒。アプローチも一緒。てかさ、ちあこチャンネルに出てくれてたけど、こうやって一緒に映るの初めてやん。いや、ほんまにほんまに一緒に映るの、いつもこうやって iPhone で部屋作ってなんか言ってるけど、後で動画で見て、あ、こんな風になってんねやみたいな。そう、チェコも遊びに行って、まだ YouTube してなかったから。あ、ほんまや、その時してないな。撮影ないけど。ほんまや、ほんまや。じゃあ次、チェコ遊びに来て。次は撮影するわ。して。うん。なんか、懐かしくない？今はさ、あんまり一緒にレッスンすることとかないけど、昔は毎日一緒にレッスンして、毎日こんな感じで、なんか。てか、家族よりも一緒におったよ。ほんまに、ほんまに。だって、朝から晩までスタジオおったし、夏休みとか。充電とかまでやってたもんな。走って電車乗って間に合わへんって。そう、いっぱいな、泣いたしな。いっぱいな。みんな泣いたみんな泣いたみんな。スタジオでは泣かんねんけど、別の先生のところ見て、うわー。スタジオ2個あるからリハ見てもらって、そう、リハ見てもらって、次の隣のスタジオ行ってみんな泣いていく。そうみんなで励まし合いながら、いけるいけるみたいな。いいでしょうか。ルールは落ちなかったら OK。 どんな形でも、回り続けた方が勝ちです。ここまで行くの？そんなでもいい。最悪のこんなんでも一回切りやから行けるところはね。では足が前、頑張れ頑張れ。行くで。行くわ。 OK、 行きます。ブレーマーから OK。 せーの、はい。根性なくてすいませんでした。これでも
頑張りました。もう少し迫力のある対決をまた見てもらえるように今後表示してまいります。今回はすいませんでした。じゃあランチに行こっか。お腹空いた。お腹空いたのでランチに行きましょう。行きたいと思います。行ってみよう。あ、違った。パっちゃった。取っちゃった。はい、今いろいろと撮影が終わりまして、これから一緒にランチに行きまーす。イエーイ。中華です。中華です。で、いつも私は場所わからないので、うん、だいたい、そう、Google マップ。ちょっと方向音痴入ってる。そちらで、ちょっとではない。かなり。あやかのお母さんもちあこチャンネル見てくれてて、そう、この間話しててんな。お母さんだけじゃなくて家族全員。めっちゃ嬉しいわ。ファンやで、ファンは。あのちあこチャンネルさ、私の家結構出るやんか。そう、見たことあるからね。そう。来年は私があやかの家に泊まりに行く。放送でしてからママに特製のアイス作ってもらおう。あ、ほんまや。あれも美味しいかな。もうあれは食べたい。ちょっと食べたいと思う。紹介しようかな。どこや。お、どこや。森？違う。森最後やった。なんていうやつこれ。ラッシャンセン。ラッシャンセン。え、なんかおしゃれな感じやで。え、結構おしゃれ。入ります。私は何やったっけ。日替わりランチ、豚肉の細切りとザーサイって言ったやん。ザーサイって何やろな。美味しそうで、卵スープ、サラダ、何やろこれ、わからん。デザート何やったっけ。グルメレポート。これ何やったっけ。海鮮あんかけチャーハン。そう、焼きそばとサラダ、卵スープ。すごいよね。これで1,000円。これで1,000円、ね、お互い安いよ。いただきます。美味しかったね。美味しかった。めちゃめちゃ美味しかった。お腹いっぱい。ですがスタバでご当地ロペチーノを飲みに行きます。ちなみに、ここのは何を奈良、京都、東京。結構やん。そう、関西、あの、周りは回って、それが美味しかったね。あ、あと兵庫も飲んだ。兵庫のバリチョコ入った豆腐ラペチーノ。あ、それ美味しい。美味しかった。大阪なんやろな。こんな大きいスタバにめっちゃ綺麗来ましたね。あ、見えてるやん。なんかオレンジやけど、なんやろ。マンゴーじゃん。マンゴー？大阪でマンゴーが飲めるん？あ、でもクリーム入ってる。あ、どこや。大阪めっちゃくだもんクリームフラペチーノ。美味しそう。すごい美味しそう。入ってみましょう。え、めちゃめちゃくだもんカスタマイズ。すごい。シトラス。こんなの見た時に。何やったっけ。名前忘れた。果肉しか覚えてない。何だっけ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、めちゃめちゃフルーツ。え、忘れました。見に行こう。大阪めちゃくだもんクリームフラペチーノです。ですありがとう、わざわざ見に行ってくれて。美味しい美味しい美味しい。めちゃくだもん。え、なんかパッションフルーツ、分からへん。これとんばくんがんがん、じゃあ私が仕上げるわ。ではちあこさんに飲んでいただきます。はい、では大阪ことジェラペチーノ、もう名前忘れました。いただきます。うん、果肉たっぷりで、そのまま果肉かじってるみたい。もう勘弁して。でも美味しいな、なんかさっぱりしてる。うん、食べた後にチョコチップやったらきつかったかも。出てたね、確かに。絶対出ても飲むのが私たちやな。さっき話してたよ、昔さ、行っとけさ、ずっとさ、うん、気に作ってた時。そうやねんな。あゆかも映したいんやけど、そう、一時期私らな、まだ学生の時スタバにハマって、なんでか知らんけど、あー、あの時の私ら全力すぎて、なんかおもろかったよな。なんか頑張って、一番まで頑張ってた。
てバレエのために生きてたよ。うん、あの時はがむしゃらやったもんね。なんか藤井さんが大昔の写真を見つけてきたかもしれない。大昔の写真も見つけようと思ったら別のも見つけた。あめっちゃ懐かしくない？ライモンだ。ライモン、私どれやろ。え、ちょっと待って、チーおるよな。チーこれ、チーこれ。あ、これ私や。これ私。え、あやかどれ？これ私、これ私、うん、これちすごい。これいつやろうな。中学1年生とかちゃうかな。すごい、こんなちっちゃい時のライモンダのやつ出てきた。あちゃのあれやけど、リポスト。パリ経由で帰ってきてんけどさ、その時にもしかしてシアコチャンネルに出てた方ですかって声かけられてさ、こっちメガネでさ、パリの空港でさ、やることなくて徘徊しててんやつと。徘徊ってどういうこと？見回りしてたなんか歩き回っててんや。夜中の10時半ぐらいやったから、ほんまに何も空いてなくって、うん、何もすることないから、でも今から飛行機乗ったら12時間、うん、座りっぱなし嫌やから、うん、なんかめっちゃ空港のターミナルぐるぐる歩いてて変な人みたいに。メガネでマスクでほんま変な人やって、ものすごく恥ずかしくて。でもちあこチャンネルの影響力すごいねんだって思って、いやいや、そっから背筋伸ばして歩いた。そっから背筋伸ばして。ありがとうございます。びっくりしましたよ。写真撮った？撮ってない、撮ってないけど、そっから背筋伸ばして歩いたから気をつけて歩こうって思った。ということで、今日一日彩香と、はい、いろいろお話しして楽しかった。1年ぶりやったもんな。めっちゃ楽しかった。で、彩香とはもう今年の夏これで会うのがもう最後やから、彩香またまた会おうな、うん、またチェコかスロバキアで会いましょう、うん、連絡は取ってる。連絡はそう、連絡はな、常にしてるからな。で、はい、じゃあまた彩香もちょこちょこちあこチャンネルにもまたこれからもね出てもらおうと思います。はい、はい、お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ペッテ対決と、彩香と1年ぶりの再会の Vlog 楽しんでみていただけましたら、ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。